9月雨多いね。そうですね、あれみたいなものないよね、やっぱね、梅雨みたいな、梅雨よりも秋雨の方が結局ね長く降るんでね。長い、あ、そうなんだ、今年そうだね、確かにね。さあということで、うん、日大のゲストショーです、はい、今日はこの方、うん、どうなんですか、まだ高野が入ってないですね、今岸くんだけ来てますから、はい、まあ、お願いいたします。何やってるんだよ高野。なんかね、高野くんが何やってんの、マジまだ来ないですよね、うん、岸くん一人で、はい、何やってんだよ高野、早く帰ってこいよ。なんか、はい、高野くんだけ、なんだ、なんなの、遅いです、遅いです、今なんか怒られてます。いや、もう高野くん、もう時間だから、はい、もう放送されてますよ。なんだお前マジで放送されてますよ高野さん。なんで先やってんだよ。ちょっと待てよ俺を。え、怒んなよまず。先いるってなんだよおめえ、レギュラーみたいな感覚でよ。何放送中だから今。放送中なんです。2時からゲストショーなんです。はい。よろしくお願いします。先に来ることなんかねえんだよ。なんで怒って。怒らないんだよ。ちょ、な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 、姿勢が怒っちゃダメだよ。大丈夫。いきなり怒って。状況分かってないですよ。聞いてる方も多分今混乱してるから。今、どっちが高野の声なのか分かんない。ちゃんと言って。はい、いや、僕が高野です。僕が高野です。分かんなくなっちゃうな、そしたらや。岸でしょ？はい。騎士がなんで先にいるんですかこれ。いや呼ばれたんで。だって2時から。2時から。2時からって言って。2時からじゃなくて、お前がなんかトイレ行ってるみたいな感じだから俺待ってたんだよ上でよ。でまだ大丈夫ですとか言ってるから。怖いななんか。違うびっくりしてんすよ今。そんなだって怒んないでよ。怒んないでよじゃなくて。なんでいきなりそんなに怒ってんの。そんなに焦るでしょそりゃ。すごい。何してんのみたいな。怒りたいのはこっちだからね。2時に来てないんだから。遅れてってことですか。そうだよ、すいません高野がすいません。いいよ大人ぶんねえでおめえが。なんでお前が大人みたいな感じで来てんだよ。リズムが崩れたよ。スタジオ入る前もなんかもうスタッフさんにも怒ってたでしょ。なんかすごい違う聞こえなかった。早くしてくださいみたいなこと言うからやかましいわっつって。なんでそんなこと言うんだよ。うちのやかましいなと思って。口悪すぎるでしょ。口悪すぎるだろう。いや勝手にやんのかよ。ちょっとかっこいいからってよ。かっこよくねえんだよ顔が。それ写真とか見てもらったら分かるけど、ラジオ髪型が決まってるから。髪型が決まってねえんだよ。大森なのに似てるから。大森なのに目だけ似てるけど花輪さんしか言わないんだよそれ。ライブでも花輪さんそれ言ってきて変な空気にさせて二人でなんかすいませんみたいな感じになるんでしょいつも。ひまわりネットワークのレギュラー UBM に奪われたから。ひまわりネットワークのレギュラー UBM さんに奪われて、最初に高野がクビになりましたけどみたいな台本があったんでしょ。UBM さんに送ってもらいましたよあれ。さあ高野がクビになりましたけど花はみたいな感じで書いてありまして、あんなの見て最悪だと思って。ひまわりネットワークの説明をしてくれよ。ひまわりネットワークっていうあの愛知県の方でね見れるやつがあって、最初僕と花輪さんの2人でねこれからも長くやっていきましょうみたいな感じで言ったけど、俺1回で終わったんだよそれ。2回目から UBM さんでずっと怒ってるからだよ。やっぱ怖いから、スタッフさんもなんかこの人怖いってなっちゃう。あの時緊張してそんな怒ってなかったよ。怒ってなかった。進行って進行しなきゃ進行しなきゃって言ってね。良くないな。良くなかったんだよあの時は。進行任された。単純に良くなかったんだ。そうでしょ。なんかうなぎ食べて美味しいですって言って終わったよあれは。いやでもこれラジオショー初登場ですから。初登場ですよ、ね、よろしくお願いします。ちょっとこれまだみんな分かんないでしょうから、ちょっと今日はネタをやっていただけるということで、結構ちゃんと漫才一応ちゃんと三八も用意してますけど、お願いします。大丈夫、ちょここでネタね。ネタ最近でも漫才やってんでしょ。漫才やってますもう3年ぐらい。あ、そう、ちょっとお願いします。え、大丈夫、ネタやるんだよね。それはおかしいだろ、変なこと。聞いてないってことはないしね。聞いてない。え、だって何やんのネタ。よろしくお願いします。やる気満々なんだよこいつは。まあ大体大丈夫だろ。でもこういう感じの漫才なんだから別に。ちょっとお願いしますよ。なんだよ、大体大丈夫だろってなんだよ。こいつなんじゃ、出囃子、出囃子じゃないよ。お前はなんで堂々としてんだよ。出囃子なり、いけんのお前。お願いします。出囃子なり終わったら。はい、それでは岸高野のお二人です、どうぞ。ここまでならねえだろ。M1 の音楽よ。どこまでなってんだよ気持ち悪いな。出囃子なり終わったら。出囃子が一番かっこいいとこ。 M1 見たことねえのかここのスタッフは。 M1 ってどこまでなってんだよ。なげえよ、出方が分かんねえよ。何も終わったらじゃねえよ。出囃子なってからおーおーおーじゃねえよ。今からと思ったらおーお
じゃねえよ。まだネタ始まってないんだよ。終わんねえじゃねえかよこれ。はいはいはい。この後、この後、この後。壊さねえじゃねえかよ。うわうわじゃねえよ。なんだこりゃ。はいはいはい。終わった終わった。終わってねえじゃねえかよ。ドゥン。終わった終わった終わりました。はいはい。なんなんだ気持ち悪いな。終わってねえな。ちゃんと作れよ。俺が作ったわけじゃないから俺に言われたもん。誰が作ったやつ。ちょっと出囃子前にドーンとか言ってんぞ。出囃子が終わったらって言われてんじゃん。出囃子が終わんないんだよ。終わったか。じゃあ出囃子前にちょっと喋りすぎちゃった、はい、もう改めてちゃんとあのちゃんとした出囃子でね、じゃあ今漫才やらせていただきますから、ね、しっかりしろよ、はい、お願いします。はい、それでは短いのでお願いします。はい、短いよ。気持ち悪いな。気持ち悪いんだよ今のは。まあ、階段降りてるぐらいかな今。なんか旅行とか行きたい、持ってないだろ時間がよ。確かに旅行は行きたい。いや、じゃあ気持ち悪いよ、かっこよくないだろ今の。始まった始まった。かっこよくないって。まだ鳴ってるしよ。鳴ってたよまだ。旅行どこ行きたい。下手くそな、下手くそな番組だな。バカだけで構成されてんのかよ。何が。番組がだよ。もうえ、もう始まってんのネタ。違うよ、音だよ。もう音終わったからネタやんないと。終わってねえじゃねえかよ。スドーンってこれどういう意味なんだよこれ。こんぐらいでなんかツッコミが決まってスドーンってことなの。やかましいんだよ。すいませんね、ラジオを聞きの皆さんね、高野がね、なんか俺が謝るんじゃねえだろ、スタッフが謝るんだろこれは。謝りに来いよ。ドーンだってさ、持ち時間の3分もうすぐですけど。もう3分経ってんのかい。もうちょっと数えてたんで。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。岸高野のお二人。ありがとうございます。これ新ネタなの、こういう。新ネタじゃねえよ。こんなダセー新ネタ作んねえよ。3分でやっぱ作ってきました。面白いじゃん、なんか音で遊ぶみたいな。いや、面白くねえよ。面白くねえよ、はっきり言って。斬新斬新。場所によってはクソ滑る。うん。やっぱ M13 分なんで、次2回戦。はい、はい。やんなよ、こんなの。で音も作ってきましたし。もう一個もかっこよくないじゃないですか。どうもーとかちゃんとやってないし。漫才ですって言って、芸人だろ、漫才師だろ。そんなちゃんとやってたろ。どうだって。何回も食らってた。終わってんだよ。終わってんの漫才、座ってんじゃん。スタッフ優秀だと思うよ。優秀じゃないでしょ。優秀じゃないよ。あんなムチムチな人。あんなムチムチな人、優秀な人でムチムチな人いねえよ。関係ねえだろムチムチは。いないでしょ。まだドーンとか言ってるよ。優秀作家。ムチムチ関係ないから。それ作家の人どの人ですか。じゃああの人、じゃああの人が優秀じゃねえんだよ。あの人はずっと一緒にやってますけど、あの人は優秀じゃないよ。マセキの元芸人。はい、元芸人で。ね、はい、これだけな。さあ、ということで、じゃあちょっと、ねえ、改めて一回ちょっと CM 入ってね、はい、この後、岸高野のお二人たっぷりとお話しします。CM 入んのかい。よろしくお願いします。はるかさん、すいません。毎日2時台は、ザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきます。改めて今日のゲストこちらのお二人です。岸です、よろしくお願いします。赤野もいるよ。あんな岸ですって。岸がちゃんとどこ旅行行きたいって振ってんだから、はい、また入ればよかったじゃん。そうなんでないですよあんなの。自分の中一体になって漫才を聞こうっていう気持ちになってないでしょ。バラバラなんだよ気持ちが。でも何回か振ってたよね。そうですね、俺も何回か振ったんですけど、うん、下手くそなんだよおめえも。間がよ、お前はバカだから下手くそなんだよ。いやいやいや、でもすいません、本当になんか俺が二人だけで喋る空間あんのかよ。ナイツさんのラジオって言ってちゃんとスーツは着てくれてたんだね。漫才やるつもりでしたから。あ、そうなの。はい、はい、それどこで買ったやつ。あのそこです。なんかみんな買う、並木っていうとこです。並木で作ったん。作りましたよ。へ、はい、つまんねえか俺。
おい、なんだこれ、ちょっと待って、おい、今なんかエコーかかってんぞ。カラオケで喋ってんじゃねえんだからよ。カラオケで俺だけマイク使って喋ってんじゃねえんだからよ。何されてんだよ。ちょっとなかなか気づいてくんないから、ね、みんなが一生懸命と高野のイヤホン繋がってるからずっと一生懸命喋ってたから、スタッフが朝から楽しそうなんだよ。高野で遊びたくてしょうがないから、いやいやいや、じゃあいっぱい用意してみんな、まあ、俺まだなってるよ。どうじゃねえよ。お風呂で喋ってるんですか、高野さん。やかましいわ。もうちょっと、まあ、お前そんな怒んなよ。大きい声出すなよ。出すなよ、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 だって甲子園みたいになってるわ、なんか。いやいや、ちょっと、もうだから止めなよ、一回これ。怒りすぎるからそういうになるんじゃない？じゃあちょっとエコー壊れ、最初そうだと思ったんですよ、俺も。最初そうだと思った。大きい声出してるからなんかこれマイク調子悪いのかなとか思ったんですよ。そうだったんだ。そしたらなんかずっとみんなが静かになった瞬間も聞こえるから、何重にも。もう怒りすぎてわけわかんなくなってんじゃん。ね、教員免許を、まあね、教員免許を持ってるということですけど。急に。いいよ。今さら、あんないたずらされた後に教員免許の話したら、先生になってたらやばかったねって話になるだろう。よかったね、先生にならないでって。話聞かせろよ。大きい声出すなよ。あんま大きくねえな。あるかちゃんの今一番大きい声でしょ。中森明菜さんに対しても言えんのか。中森明菜さんほど小さくはないんだよ。喉から出した声みたいな感じ。腹一切通ってない声でしたよ今。落ち着いてくださいって。一回ちょっとちゃんとあの、はい、改めてね紹介しますけど、岸隆乃くん、その魔石所属で、はい、で最近そのまあ YouTube、うん、あ、そうですがすごいこう話題ということで、はい、よかったというかな、ね、これだから、うん、高野くんにやっぱドッキリ仕掛けるのがね。そうですね、高野さん怒らせたいというYouTube で、うん、高野に上がって本当に、まあドッキリやめたい、やめたいですよ。YouTube でバンされたい、バンされたい。早くバンされろ。面白いから。でもバンされるようなことを言ってもそれは編集でカットするから別にバンはされないんですよ。でも本当はすごい本当にいけない言葉とかも使ってますし、俺は。でももうカットしちゃえばもうそれはもうあれですし、俺はパソコンとか触れないから、そいつらに勝手にやられちゃって、もうまんまと、ほんでなんか勝手になんか人気とか言われて、ふざけんなって思ってますよ。なんでハゲてんだよ。しょうがねえだろう。遺伝なめんな。遺伝なめんな。わけわかんないよ。こういう芸風面白いなんで。いいじゃん。はい、いやだからそれ、面白いからさ。ちょっと人気なんでしょ、怒らせたいなと思って、ちょっと YouTube 始めたんですけど、うん、なんかやっぱこういう感じで、うん、なんかちょっとお笑いにしちゃうんですよ。あ、お笑いになってねえだろうがよ、おめえらがやることはよ。受けちゃうんだ。お笑いにしちゃうっていうのは何なのよ、お笑いにしたいわけじゃないの。お笑いにしたいわけじゃない。僕はお笑いにしたいわけじゃなくて、本当にあの怒ってほしい。だとしたらお前がやばいよ。やばいよ。もうわけわかんないですよ。やばい。本当に怒らしたいんだ。いや、多分怒らしたいんだ。そうです。なんか多分ストレスとか溜まってると思うんですよ。なんか本当に怒りたいのにお笑いにしちゃってるストレスが多分中の中にあるから、それを吐き出させてあげたい。同級生だから分かるんだね、はい、俺ら同級生、うん、めちゃめちゃ怒った後も、うん、あんまり怒ってないなみたいな感じで終わるんすよ。納得してないんだ、まだみたいな。カラスを 殺しまくってた魚みたいにさ。そういうことやった。そんなことやってねえよ。それ誰と間違えてんだよ、地元の人。地元にそういう人いたんですか。俺じゃねえよ。怒らせたいんだもんね。そうなんすよ。それでいろいろもう手を変え品を変え、うん、そうなんすよ。いろんな角度からちょっとドッキリやらせてもらってるんですけど。手を込んでるよ。ああそうだ、うん、ありがとうございます。全然怒んないんすよね。怒ってたろうがよ。怒ってましたよね。 Google Pixel のやつもめちゃくちゃ面白かったよ、あれ。あ、本当ですか。あ、俺は怒ってましたよね。まあでもあのどういうやつだったっけ、Google Pixel。高野にその、うん、まあ一緒にやってる、うん、まあ僕の友達のフリーターの人間がいるんですけど、うん、怖いよ。フリーターなのか。なんでフリーターの友達って、はい、フリーターと一緒にね、うん、そいつがまあ結構ゲーム得意なんですよ、うん、なんでゲームをその YouTube に上げたいんで、うん、その動画見てもらっていいですかっていうのを高野に見せたら、うん、ゲーム実況、はい、うん、その間に YouTube の広告流れるじゃないですか、うん、そのカットできない広告、飛ばせない広告の、うん、その、声が、その、変わってて、うん、その、大喜利みたいになってるんですよね。うん、だからその、そういう、はい。Google Pixel。作ったんだ、わざわざ。Google Pixel の携帯に、うん、その、ダラ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 喋りやがってよ。はい。
めっちゃ素敵ですねって、うんうん、フランス語で翻訳してっていう。あ、はい、あそうです。みんな見たことあるね、一回 CM それ、うん。そこのコメントの部分をなんかいろいろ変えて、高野を怒らせるっていうのをやったんですけど、うん、めちゃくちゃ面白かったよ、はい、あれでも。喜んじゃってました。喜んでねえよ。もう感覚が変だから。喜んじゃったんだ。喜んでないですよ。はい、誰より笑ってたじゃん、だって高野君も。それ笑うとか笑ってましたけど、これしょうもねえことしてんじゃねえよってことで終わってますから。怒ってた？怒ってましたよ。動画の中でお前が一番笑ってたもんな。うん、いや、だからそういう笑う瞬間もあったかもしんないけどね。うんうん、そういう笑うとかはいらないってことなんでしょ？そうです。笑いとかはいらないです。本当に怒ってほしい。そんな YouTube なんだよ。お笑い芸人がやっててよ。笑うとかはいらないってすごいでも手込んでるよね、そういうだ CM にあのアテレコとかを作って、うん、どこに必死になったら高野の親誘拐したりしたらいいんじゃないもうそんなん笑えるかで俺も怒るとかじゃないだろ警察に連絡するっつって終わりだよそんなの警察が解決してくれてそう誘拐最後こいつらが謝罪会見して終わりだろそんなの。あそうか誘拐にもいろんな理由あるけど、うん、怒らせたいだけの誘拐ないね、うん、あとなんかローマの休日のはい、これが結構良かったって言ってくれて、うん、あのローマの休日の、うん、あの字幕のところをですね、うん、あのちょっといじりまして、うん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 、全部その天気の話をしてるだけのローマの休日を高野に見せるっていう動画だった。あれ面白かった、はいうん、すごいローマの休日なり映画をあそうです字幕全部変えたんだ。はいすごい作業じゃん。それも最初は気づかないんですよ。なんか見たことない。ローマの、はいうん、でローマの天気はこうでこうでとか、うん、ずっと喋ってるから、うん、それは分かんないじゃないですか、うん。こういう映画なのかなとか思いますし、うん、おしゃれな演出のように見えるんですけど、うん、2、30分ずーっと喋ってんすよ。うん、天気の話を。天気の話を。その辺で気づきましたけど、もともとでも天気の話とか僕もするタイプだったんですけども、二度としたくないと思うようになりましたね、天気の話は。もともと天気に、もう、天気に怒り始めた。天気の、天気予報とか見てるだけでもなんか変な気がしてくるっていう。そういえば最近天気予報見てないな、お前。なんか傘とか持ってこないもんね、絶対。あ、だからか、ごめんね。支障出てんだ。うるせえ。すいません。本当にトラウマになっちゃった。トラウマなんですよ、天気が。天気トラウマになっちゃった。天気がトラウマってやばいですよ。生きていけないよ、そんなの。いや、面白いよな、これ。でも、これで、うん、まあ、そのね、YouTube 注目されて、うん、この間も「ラビット!」に出てたもんね。ここも見たけど。はい。あれも、だから、もうドッキリみたいな感じで、高野くん連れてきて。そうですね、うん、早朝に、珍しいウサギを見に行くと言って、うんうん、アイマスクとヘッドホンした状態で、うんうん、高野を家から連れ出して、うん、そのもう、生放送中の、うん、あのスタジオでそのアイマスクとヘッドホン取らせるみたいなのをやらせてもらったんですけど、うん、あのその間にずっと、うん、あのヘッドホンからサビのないリンダリンダが流れてるんです、うん、はい、ブルーアーツのめちゃくちゃしんどいんですよ、ね、しんどいんですよ。なんかね、企画だと思っちゃうから外せないのか。そうそうそう、で、ま、でも曲変えてくれって言ってももう一切ずっとループしてるやつをずっと流されてるみたいな感じなんですよ、うん、サビのないリンダリンダってどういう感じなの。もう盛り上がったところでまた戻っちゃう。だから、たたかだーみたいなね。たたかだ、うん、ドーブネーってまた戻るんですよ。それが延々延々。それはきついな。きついんですよ。ガーって言ってくれないっていうことなんですよ。そう、だからなんか、うんうん、そう、見てたけど、うん、まあ、怒らせたいっていうね、こう YouTube やってるけどさ、その、何、ヘッドホン外して、うんうん、マスク外したら、うんうん、ラビットのスタジオじゃん。はい。なんかまあ、驚く。なんかリアクションとかあんのかなと思った第一声がさ、うんうん、お前やってくれたなっていう。おかしいよ、もうそれは。だからもう本当に、もう、くだらねえなと思ったんですよ、あの時。すぐに刺したんだ。刺しました。こいつだと。大人がいっぱいいて、なんかみんながニヤ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 してやる。バカじゃねえの。今日もそうじゃん。今日もそうなんですよ。なんか大人が大勢いて、なんかみんなでクククみたいなやつ見てると、なんか虫ずが走るんですよ。まあ業界関係者からめちゃくちゃなんかそういう風にやられたいね対象になってるってことだよ今ね。いやでもなんかそれは本人はやっぱり嫌なんだもんね。嫌ですよそれは。人間不信になってんじゃない。もうなりますよ。みんな街行く人たちの目とかがね。かわいそう、かわいそうだな。かわいそうって言うんじゃねえよ。そう思われるのが一番嫌なんだよ。かわいそう。それでもへっちゃらってことなんだよ俺は。そう見てくれよせめて。大丈夫だよ。心配しないでよ。心配。大丈夫ですから。飯食えてる？飯は食えてない。飯は食えてないんだ。飯食えてない。
てないです。飯は食えてないですよ。飯食えてるわけじゃない。食えてないのか。飯は食えてないですよ。で、なんかその、うん、YouTube のなんか収益とかあるじゃないですか。うんうん、ああいうのもなんかこう、俺には全然教えてくんないんですよ。で、二人でなんか、これマジで、それは、それは面白いね。あんだけ再生数伸びてるのに、こいつ教えてないんだ。はい、教えてないです、ね。絶対に教えちゃダメですって言われてて。それで、なんかあるんですよね、そういう推移とかが見れる管理者だけの。アナリックスみたいな。あ、そう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 。で、それを二人で見てて、騎士とその友達ですよ、こいつの。が見てて、で、なんか、ああ、こうなんだ。あ、そうそう。あ、じゃあ先月からとかいう話してたんですよ。で、携帯見ながらね。だから俺が、どれって言ったら、何してんすか見ないでくださいって、なんか、あ、そんな感じなんだと思って。絶対見ちゃいけないんだ。あ、もうそういう感じになっちゃったかと思って。別にいいんじゃないの見しても、それは。でもなんかその、どういうところから、その視聴者の人が流れてきてるとかも見れるんですよ。例えばその、SNS から来てるとか、YouTube の動画来てるとか、何がいけないんだよ。年齢層とか見れるんで、そういう、あ、じゃあこういう動画を今後、撮っていこうかみたいな話をしてるときに、来るんで、あっち出てくださいっていう。傾向がバレちゃうから。そうなんですよ。見てる時のはい。ドッキリなんで、どうしてもそこは、そういうことね。教えらんないんですよ。とんでも本当は収益よりも少ない額上げてんでしょ、こいつにギャラを。まだ、俺ももらってないし、高野ももらってない状態ですね。まだギャラももらってないですよ。どうすんでも、これからね、もらうようになる。そうですよ。だから、そのなんかその、とんでもないすごい YouTube やってますみたいな感じでいんのが腹立つんだよ、おめえが。そうなんです。しょうもないんだから、お前だったら騙されてるだけなんだな。そうなんですよ。本当に俺が恥さらしてるだけなんだから、それをなんか、いやいやとか言って、なんかその、敷居高いみたいな感じでやってるお前がクソ腹立つ。やっぱりもうコンビ組んだ時は違った、そういう感じじゃなかった。もっと違うテレビにネタでバン来たいみたいな。もちろんじゃないですか、そんなの。いや、それこそ M1、キングオブコント、あれがやっぱ芸人の、その、まあ、かっこいいということじゃないですか。で、正直ちょっと前まで、まあ、YouTube やってる芸人さんはね、みたいな感じの俺でしたよ。まんまと俺がそれになってて。で、俺自分では何も考えてない。こいつらがやったこと勝手になんか踊らされてるだけで。ほんでなんか、まあまあまあとか言って、携帯も何見てんですかみたいなことやられたら悔しいよ、俺だってマジで泣きそうになってんだよ。かわいそう。かわいそう。かわいそうって言うなよ。それでも生きてんだから。そうだな。飯は食えてない。飯が食えてない何よりも。じゃあかわいそうじゃない。飯食えてないんだ。じゃあやっぱ飯は食えよ。どうやって生きてんだよ、飯食わなかった。いや、だからもう、その、いや、アルバイトして、ギリギリですよ、それは。ああ。好きな食べ物とかあるんですか？いや、ありますよ、そんなの。何入りカンドッグ、何入りカンアメリカンドッグだよ。アメリカンドッグなんだ。分かってるやつの聞き方じゃねえか。アメしかねえだろうがよ。アメの方。アメしかないんすよ。そう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 絡みづれえな。分かんねえよ、何が引き出してんのかよ。ソーミンチャンプル。ソーミンチャンプル分かんない。俺ちょっと、沖縄の人じゃないんで。大森直さんじゃないから、だから。ちむどんどんのお父さんじゃない。違うんすよ。もう、魔王分かるわけない。そうで分かるわけない。好きな食べ物当てようよ、はるかちゃんの好きな食べ物。ソーミンチャンプルじゃないですよ。なんだろうな。なんだろうな。ねえ。高野のね、高野ネーターだから、高野ネーター、高野ネーターって何ですか、先ネーターみたいな、好きな食べ物はみたいな感じ聞いてる。ババ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 から始まる食べ物なんかねえだろうがよ。何考えてんだよ、バだけはねえだろ。ババームクーヘン、バームクーヘンじゃねえよ。あ、バナナ。バナナかい。あるよ。だからね。あったな、バナナが。でも好きで食ってる人いんのかな、バナナ。バナナはやっぱりこう、健康とかね、そう、朝食べるとかはありますけど、うん、僕好きな食べ物バナナなんです。いないいない、そんな人。いるよ。いるか。言い過ぎだな、今のは。いるわ。いるな。それはいるわ。いるわ。ね。子供の頃からこんな感じだったの？俺、中学校が一緒なんですよ。中学1年生の時から。もうじゃあ20年ぐらいは一緒にいるってこと？そうですね、そうです。で、なんか、ちょっと、その、なんか、小学校時代はいじりキャラだったらしいんですよ、逆に。おー。高野が。はい。結構いじりキャラで、でもなんか、中学2年生ぐらいの時から、その、高野が頭がちょっと薄くなってきて。あ、もうその昔から。そうなんです、そうなんです。おでこが広がったんだ。はい。なんかみんなで部活の時、うん、気合入れて坊主しようみたいな、うん、五輪にしたら、なんか高野だけ、お前それ五輪じゃないだろみたいな、うん、剃っただろみたいになって、うん、
そこからなんか、あ、高野薄いんだみたいになって、うん、ちょっとそういじられキャラみたいな感じになっていったんですよ ね、 ね、そっからなんだ、かわいそうだな、かわいそうって言うなよもう二度といや、だから苦労してるよ苦労してんのかなみんなに比べたら苦労してないです、それはそうだね、なんかさ、一生懸命自問自答に入ってくるあ、そうなんだ、小学校の頃はでも、うんうん、もうめちゃくちゃ面白かった、今より面白かった小学校の頃みんな回してたんだ、みんな回してた、回しまくってて、じゃあ本来いじりまくってるもう高野が一番面白いんだ、はい、もう高野がもう一番面白い、てか世界で一番面白いみたいなこと言われてましたから、テレビ出てる人より面白いみたいな、小学校ずっと言われたけど、なんかだんだん女子と喋れなくなってきたり、中学校の時思春期で早い自信がなくなってきちゃってで、まあでも芸人はやりたいなと思ってやって、で、くすぶってるよ、今も。したらこんな笑われ者みたいになって、で、結局今ここに来て、変な出囃子かけられて漫才やってるよドーンじゃねえ自問自答で泣き、一人で泣き始めるの何なんだ悔しいよ。さあ、じゃあ一旦 CM です。一旦 CM。この後も、はい、岸田からのお二人を付き合いいただきます。さあ今日はゲストに岸高野のお二人、迎えしております、うん、メール来てますね、ゲストじゃねえよこんなのどこで起こってミートカーソルは広めさんですね、あ、高野さん初めてのラジオショーはいかがですか。いやもう分かんないですよはっきり言ってラジオショーとか普段こんな僕聞いてることありますけど、うんうん、こんなんじゃないし初めてのラジオショーっていうか、まあ、確かになんかそうだな、うん、今日いろいろこうなんかスタッフさんもねあれだったかもしれないけど、なんかよくなかったみたいな感じで喋んなよ、怖いよ、はいはい、嬉し涙じゃじゃ丸さんですね、うんうん、はい、初めてのラジオショー出演の感想いかがですか。いやだからそのあんまりこう理解しないままもう終わっちゃうって思ったらもう寂しいですよ、ちゃんと喋りたかったです、もっと絡みたいみたいなこと言ってたもんな、ね、はい、CM 中、はい、絡みたいです。タコメタルさんからも来てます、うん、はい、初めてのラジオショーいかがでしたか。バカしかいねえんだろこのリスナーはバカだけを集めてんすか、バカしか聞いてないんすか自分で読んで読みな、言い過ぎだね、いっぱい来てるから自分で読んだ、それダメだよ、うん、ラジオネーム、あてあてのマテチャさん、そうそうそう、岸さん、高野さん、初めてのラジオショーの感想はいかがですか。バカだな当て当てのマテちゃん初めてのラジオショー、いやこれ来るかもしんねえけどこれ選べよメール選んだりとかするんじゃないの、なんで早く来てんだよスタッフは、 いっぱい来てる、めちゃくちゃ来てる、ありがとうございます、うん、そうなんですか、うん、ありがとうございます、それは来てるのはいいですけど、あれロシアンブルコさん来てるよ、ロシアンブルコさんの読んでください、うん、高野さん、はい、初めてのラジオショーの感想、ロシアンブルコロシアンブルコのバカロシアンブルコのバカちょっと信用しちゃったよ、ちょっと信用しちゃった、はい、ラジオネールネーム、ストレッチヒットールマンさん、高野さん初めてのラジオショー出演してみての感想はありますか。ねえよもう5人が同じこと言ったら選べって、そんな質問もあるだろうけど、めちゃめちゃ来てんのも、それ一件と捉えてください運良かった人が読まれるそういうベタ系な質問はすごい来てるから、変わった質問だけ、変わった質問だけです、はいはいはい、一枚で文句読みたいだよ俺、トミーさん、トミーさん、はいはい、ナイスさん、はるかちゃん、岸高野のお二人こんにちは、こんにちは、今回初めてお二人のことを知りました、 ありがとうございます、初めてのラジオショー感想はいかがですか。トミーさん最初入り違うから、はい、ちょっと心許しちゃったよさっきと違うから、うマジで、じゃあちょっと違うやつ読む、違うやつ読む、ひまぞうさんです、はいはい、高野さんの誕生日が5月20日、はい、私の弟と一緒なんですが、本日のラジオショーの感想は何なんで前段だけ違うってよもういいって、ラジオショーの感想だからもうそれ言いますから、いやすごいあっという間に終わってしまいました、はい、まだ終わってないですね、いやだけどもう終わってないんだよ、もう締めに入ってんだろ完全にまだだよまだ大丈夫なんですか、4時半までだよ、4時半まではやらねえよさすがに辛抱持たねえよ、辛抱二郎さんと一緒に、辛抱二郎さんとなんで俺の辛抱二郎さんでやんだよ突っ込めるかな辛抱さんにちょっと政治評論家になんかいそうな、いやいやそうですけど、キャデラックさんです、高野さん、はい、あまり元気ないですね、心配です、元気あるだろどう考えても
それおかしいんだよ、もう。普段どんな奴らと一緒にいるんだよ。めちゃくちゃ元気な奴の体育会系の元気な人と一緒にいるからそう思っちゃうんじゃないですか。そうだな。俺、一般で見たら元気な方ですよ。でも、思ったのかな。はい。ねえ。高野がなんか怒ってる時のもう、岸君何も表情しないんだから。怒らせたいっつってんのに。もう慣れちゃったんだね、慣れすぎちゃいました。慣れすぎちゃったもん、ね、それよくないよ。もう全然意識ないもんね、なんかもうね。もうなんか、うん、全然。岸君も。あ、怒ってないと思ってんの、うん、びっくりしてないもん。俺がこんな大きい声出しても。そうですね。そうだよ、ね。そうですねってことあるラジオで。振られてそうですねって。ちゃんちゃちゃんちゃねえ。岸君はどうだったの今日のラジオショーの感想は。いや、楽しかったです。また、うん、はい、いろいろ仕掛けたいなと。仕掛けんじゃねえよ。仕掛けに来ます、また。仕掛けに来んな。今度だから、もう、こう、撮っちゃえばいいじゃん。YouTube でさ、ね。あ、そうですね。ここも撮ってさ。いやいや、嫌ですよ、そんな。だから、その、大きい、ちょっとその、仕事みたいなところで、YouTube とか回すのは、もう、ほんと恥ずかしい。じゃあ、ラビットもあんまりあれだったんだ。そうです。もう、ラビットには出たいですよ、うん、でもラビットもちゃんと朝っぽい感じでロケとかも行きたいですし、綺麗な格好してコメンテーターとかしたかったんですよ、本当は。ドッキリとかしてほしくないよね。だってしかもあんな寝起きの顔をさらして一番嫌でした。で自分で見てて、ほんあの帰った後見たんですよ、家で。もう本当に恥ずかしい。ただのおじさんがテレビに映ってて、そう嫌なんですよ。そうなら YouTuber としてはさ、 YouTuber って言われるのが嫌だ俺は。じゃあなんか告知ありますか。告知、はい、そうですね、先ほどから、言わせてもらってるんですけど、はい、YouTube チャンネル高野さんを怒らせたい。いいよ、はい、よくないだろう。登録者数もね、はい、高野君は YouTuber って言われて、いろいろな怒らせ動画上がっているので、うん、ぜひ見てみてください、うん、お願いいたします、ね、お笑い芸人になりたくて、はい、なんかあるの高野は。じゃあその YouTube 以外の告知は。そうありますよ、こういう活動して いや、まずお笑いライブ、マセキライブもありますし。そんなのねえよ。あるよ。ドーンじゃねえよ。で出てたろあんたらも、マセキライブは。マセキライブ出てたでしょ。でたまに一緒になるじゃないですか、今でも何ヶ月かに1回。そうだね、よくなるんだよね。ありますよ、そういうのもね、チェックしてほしいですよ。はい、ありました、はい、ということで、はい、今日のゲスト岸高野のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。